こんにちは。真ん銀次郎ね。えー、確かに、約束を守るってのは、そんな特別なことじゃなくて、まあ、当たり前のことなんですよね。その約束が守れないときって、人はね、いろんなもっともらしい言い訳をするんですようん。なんかね、事故に遭いましたとかね、重大があったとか、体調を壊してとかね、まあ、いろいろあるんですけども、あの、唯一誠実さを表現することとして、約束通りすること以外にはないんじゃないかなと思いますよね。約束が果たされなかったときに、代償となるものって、 どんな言葉とかね事情とかってあんまりないんじゃないかなと思うんですよ。うんだからこう言えば相手は折れるだろうっていうふうにしたたかに読んでるところがまた汚いとも言えるんですけどねそこが。まあけどあれですよねあの誰だったかな。あの提案の会長が言うようにあのこれほどまでに頼んでるんだから言うこと聞いてくれてもいいじゃないかっていうふうに今度ね約束を守らなかった方が怒り出すんですよね。うん。何な,なんですよね。なんだ銀次郎もただ 金を取り立てに来ただけでなんかねある時に、ね、ディスカウント王のなんか、人がね「100万返せ」っていうのを「うーん100万か99万でどうや」って言うんですよねそしたら「まかりまへんな」とか言って「このわしが一歩でも引いたら顔が立ちませんやろうが」とか言ってなんかそんなこと言ってたんですよね。うんまあ、確かにこれねあのコンビニに行ってね150円のペットボトルをレジに行って「1円負けてください」って言って通るかって話なんですよ。でそういう、いなんか 缶ジュースみたいなことはね、まからないって思ってるのに、なぜかでかいお金はね、負けてもらえると思ってるところに、これ人間のそれ愚かさがあるのかな、というところですよね。<laughs> で、えー、今回はね、橋本市長の言葉をちょっと引用したいんですけども、相手の言葉を自分の言葉に置き換えながら聞くことで、相手の主張の本質が見えるということなんですよ。これはね、相手が何かの交渉してるときに、同じ言葉をこっちからその人に返したときに、相手はね、あのー、いや、それはちょっと聞けまへんなってなるんですよ。 つまりは自分でも要求が飲めないようなことをこっちに要求してきてるってことが透けて見えるってことなんですよね。うん。だからこう立場を変えてみたらね本当にシンプルでこれね橋本さんなりのねす,すごいずるい和法で私はね知ってるんですけども分析してね橋本さんっていうのはあの相手が無理な主張を言ってきた時にはいや私が仮にその主張をあなたに言った時ってあなた 聞いてくれますっつったらね、うん、ちょっと厳しいですねって言ってでしょだからそれはちょっと取り下げてくださいよって言うんですよ。ねこれ人がよく使う手なんですけども何とも理不尽な話なんですよね。だって A さんと B さんっていう関係があってその関係は壊れないわけじゃないですか。なのに仮に A さんが B さんの立場だったらっていうわけなんですよね。何のそこに辻褄が合うんだろうかってことなんですよ。だから妙な話だなと思うんですよ。 いやそれでね何がずるいかって言ってねこれをね逆に言われた時にねちゃんとね応酬和法があって「橋本さんそうは言うけどねあなたが私の立場だったらあなたどういう風に言います?」って言ったら「いや私はずっと私なんであなたの立場になることないですよ」って言うんですよね。姑息な <laughs> それでね大阪府民はこう騙し続けてきて、うん、今に至るわけなんですけどね、えー、結構こう何都構想 都構想ってのは結構ね、よくあれ378で橋本府長考えたなと思うぐらいものすごくいい,い,い、まあ、あの案だと思うんですよあれは。あれはね今でもね都構想っていうのは別に良かったんじゃないかなと思うんですけどもあれについては。ただなんかその他のことっていうのは結構ねあのインチキというかねあの今吉村知事がついてるんですけども結局ねあの嘘ばっかりと言って 外から見てると嘘ばっかりってことが分かるんですけどもでもあれが支持され続けてるということはあれでいいんでしょうね、うん、困ったもんですねなんか東京も似たような感じで小池都知事がなんかね太陽光パネル義務化とか言ってそれ通っちゃいましたからねいや今度新築の家とかマンション建てるときに太陽光パネルをつけないといけないみたいなことになって余計なコストが膨らんだりとかね何なんでしょうねこれはねほんと冗談を見てるような感じがしますよあとね 岸田総理も広島から出ていって恥ずかしいんですけどもなんとね退職金課税とかを <laughs> 考え出したらししいですよ退職したらね退職金に課税しようかみたいないやそれはちょっと待ってよって話でしょ退職金ってのは20にも30にも40にも50にも税金を払い抜けてきた最後の残りの退職金ですよそれをまた課税かいみたいな感じですよねうんもう死んじゃうよもう <laughs> 受け取る場合って感じですよね、まあ、そんな感じでねあの 筋の通らないことがね通ってる世の中であり、うん、頭を鍛えないと簡単にそういうことにね騙されて巻き込まれることかなと思いますね。うん、田銀次郎ねやっぱあの「万田銀次郎」みたいなこう知恵が効くといいんですけどもあの映画がウケるってことは多くの人がああいうことに気づかないってことなんですよねきっとねあ。ちなみにねなんかね国葬ってあるじゃないですか安倍元総理の国葬あれは法に基づいていないとか法に基づいてるみたいなあの 話があって、国論を二分にするとか言ってますけども実はね国葬ってあの国でやることって決まってるんですよねだから全うあれは法律上の解釈としては間違ってないらしいですよでもし法的な解釈が間違ってたら日弁連が抗議するはずなのに黙ってるんですよねだから間違えてないんですよちゃんとねあの条文に書いてましたからね私も確認したんですけども国葬を行うこととかねなんかね 国の行事として行うことそのための予算をここから執行するって書いてあるんですよそして例えば国葬みたいなことが書いてあるんですよね <laughs> 例えば国葬ってもろ書いてあるて <laughs>。<laughs> うんまあなかなかねあの知らずは恐ろしいことでございますまあ知っても恐ろしいんですけどねいってらっしゃい